朝の破壊では、ムクロジカカエデ族の落葉症高木。シユイ種。樹高は5から10メートルに、幹の直径は15から20センチメートルになる。樹皮には、皮目が点在する。トウガの臨片はについあり、色石状に並び、紫褐色になる。臨片用は、長さ1.5から2センチメートルになるヘラ形で、背面に短い難毛が密生する。葉は、蝶が、 速が及び仮長画から伸びて2から5体体制する。このほか、目花女の基部に1体の葉をつけるが、雄花女の基部にはつかない。洋身は長さ2.5から6.5センチメートル、幅3から8センチメートルで、手のひら状に5から7朝、中列し、列片の先はお状に尖り、基部は心形から節型になり、縁は細かい重挙子がある。 葉の表面は無毛で、裏面に短腹毛が密生し、時に白色を呈する。傭兵は長さ2から10センチメートルあり、傭身より長く、毛はない。夏季は5月。葉の展開に伴って、花剰前年枝の仮蝶が及び即蝶から出す。花は単紅緑色。お花女は、束状で花が7から10個垂れ下がり、花柄は、 長さ約 1.5cm、学園は4個割黄緑色で、長さ 3mm、花弁は4個で学園より小さい。雄水は4個で、長さ約 5mm になる。雌ジ女は、三棒状で花が約10個垂れ下がり、学園は4個割黄緑色で、長さ2から 3mm、花弁は4個で学園より小さく、雄水はないか、あっても1から2個で短い。 死亡は無毛で、家中は外極する。柿は8から9月。果実は翼下で、果樹は創上で垂れ下がり、文化は無毛で、長さは2マイナス2.5センチメートルになり、かつはほぼ水平に開く。和名は葉脈の流れ方が朝霞の朝の葉に似ることによる。日本固有種。本州の福島県、新潟県伊勢及び四国に分布し、 山地の林園、谷間、谷間に続く斜面に生育する。高地の沢沿いに多く、関東地方では、標高800-1900メートルの山地に見られる。材は、器具材などとして利用される。また、寒冷地では、庭木として植栽される。ありがとうございます。